琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と、自己物件住みます芸人松原谷氏と、純駆動書店の森本です。先週ね、ちょっと後半、ゆたさんの話とかも出てきてて、実はかんこどりでもよく出てくるゆたの比嘉さん。いや、比嘉さんは、僕が出た時は、もう、収録を中断させましたからね。そうですよね。谷さん、会われたんですね。つい先日会ってきましてですね。あ、そうなんですか。すごい話聞いてきましたよ。ちょっと、軽くいいですか。ああ、ぜひぜひ。はいはい。まあ、比嘉成さんという方で、ユタというか、元ユタというか、ユタのような、活動されてる方なんですけれども、この方、いろんなところから、お祓いというか、霊現象があった時に呼ばれるそうなんですよね。はいはい、で、九州の、とある社員寮に、そこに住んでいる社員からも、ラップ現象は起きるわと、物は落ちるわとか、いろんな現象が、あと、寝てたら首絞められるとか、いろいろあるから、もう何とかしてほしいっていうことで、その社員寮の、寮長みたいな方から、呼ばれまして、で、行くんですけれども、行って夜8時ぐらいにその社員寮の様子を見に行っても別に何も起きないんですよね。ただ、みんなが寝静まった深夜にもう一度様子を見に行くとですね、なんていうのかな、こんな肉と肉がぶつかるような音が、すごい鳴っていると。しかも1階の入り口の奥の水場から鳴っていると、で、2階に行ってもその音はしなくて、3階に行ってもしない。どうやら1階からしてんな、って言うんですけど、このラップ現象は各部屋で鳴ってるらしくて、寮に住んでいる社員。ってことは全フロアで鳴るはずなんです。なぜか1階でしか鳴らない。なんだろうなと思いながら、その日は様子を見るだけで、一旦帰りまして、次の日もう1回一人で行くんですよね。そしたら、またどうやら何かがいる気配は感じてるんですけれども、自分から聞いてみようと。ということで、あなたは悪い人ですか？ってこう尋ねるんですよ、空間に。そしたら、もう、いいえっていうのがこうパシッと入ってくるわ。ノーと。悪い人ではないです。悪いものではないです。人間ですか？ノーって言われるんですね。あ、人間じゃない何かなんだってなって。で、結局ですね、3日目もう一度出直した時に、どうやらこれは、狐じゃないかっていうことがわかるんですよ。動物じゃないかっていうことで、っていうのも、この何かいる、その人間じゃない何かが、その寮の裏山の方に行けという指示を出すんですね。で、そこって藪になってるんですけど、ここに何かあるのかなと思って、この比嘉さんがかき分け、進んでいくんですよね。そしたら、古い塚が出てくるんですよ。で、この塚に、なんていうのかな。人間の形をした、狐なのかな、が、ピューッと入っていく姿が見えたんですって。人間のような形でしてるけど、おそらく狐がピューッとこう塚の中に入っていった。で、あ、ここで何かがあるんだな、っていうことで、どうやらその狐にちょっと聞くんですけど、ここで寮の人間も困ってるから、ごめんやけど、ちょっとね、話も聞くけど、どうしてほしいって言ったら、もっと安心できる場所に行きたいって、俺たちは狐だから、お稲荷さんの祠に行きたいって言い出すんですよ。わかった、じゃあ近くにあるから連れて行くよって言って、車の中に、見えない狐をポンって乗せて、で、近くの、荒神様の、後人の、祠連れて行ったら、結局違うって言って、また別の40分くらい先に別の祠に連れて行かれて、で、ここでええかって言ったら、違うって言って、で、結局どこがいいねんってなったら、あなたの家、みたいな。結局、比嘉さんがその狐、2匹を自分の家に連れて帰ったっていうお話。え、じゃあ、未だに日分けにはそうなの、その話してる後ろに、あ、ここにいますって言われて。
何すかそれ。なんだろうな。これ、笑ってもいい話ですよ。なんか、ひょうひょうと話があるんで。マジですかね。でもそこから、その社員寮は、音はならなかった。うん、狐が、なんか、動物愛護の話ですね。動物愛護の。だから、昔あった塚っていうのも、まあ、なんかの、あるんでしょうね。なんかだったんだろうけど、その、近くに、社員寮を建ててしまったと、まあ、誰も、なんか、世話をしていなかったっていうので、狐みたいなのが、やっぱり、現れてたんじゃないかっていう、ね。かわいそうなね、目にあってたんかもですね。はい。もう今日ちょっと不思議な話というか、はい、まあ、いい話なんかな。いい話ですね。そういう、もう、うん、動物愛護の話。動物愛護。動物霊愛護の話。まあ、でも、動物とも喋れるという。いやー、どう喋ってるのかわかんないですよね。すごいですね。はいはいはい。こんにゃくいらず。いや、まあね。生きてる動物は喋れないかもしれない。霊的なものとは喋るのは、ね。そんなこともできるわな、というの。歌さんのパワーすごいですね。すごいですね。ということで、はい、今夜の相手は神崎秀俊と、松原谷史と、森本浩平でした。秘仏御開帳イベント首里観音堂三点展10月8日より3日間開催、入場無料、かんこどりトークライブもあるよ。この動物園の話を小原さんの講座で、うん、はい、ナイさんゲストの時にされてました、うん、されてたんです。てかそうそう、いろんな霊を連れて帰るんで連れて帰るんじゃない。この間それじゃあこの間京都行った狐も連れて帰ってるし、京都の狐も連れて帰ってるんです。で、小さい竜もいるみたい。竜も連れて帰ってる。なんか小さいやつら好きですけど、これ育ててるって話があって、で俺はこれ海外、はいはい、海外のやつはないんですかって聞いたんですよ、はい、で、その結構なんていうかな、文化的な背景があるじゃない、キツネとか竜とかあるけど、その海外の変な動物には連れてきたことがないのかって言ったら、うん、どこって言ったかな、なんか東南アジア行った時に、やっぱりついてきたんですって。ついてくる、はい、うん、ついてきて、で、ずっとついてきて連れてきたけど、税関のところで帰ってったっつって。税関のところでちょっとここは怖かったんですか、ね、怖かったのかなんか知んないんですけど、帰ってったら、そう。税関は怖いんですね。海外の東南アジアの動物霊もね。やっぱちょっと入れなかったかな、みたいな。でも行ける範囲っていうのは決まってるんですよね。結構、だから、日川さんの家にそういうのを、まあ、式神っていうか、いるんですよね、うん、はい、話してました。まあ、仏壇と言っていいのか、神玉だなと言っていいのか分かんないですけど、はい、その、ね、その、いろんな方がいらっしゃる、うんうん、まあ、一角があるんですかね、日川さんのお宅に。もう、いろんな人、なんていうのかな、ちっちゃい仏像だったりとか、なんか、どこの何なんか分からんのとか、お菓子とか、はいはいはい、はあ、おもちゃとかね、いろんなものが集まってるんですよ、ね。そうなんですか。はい。どれがどれ、それ、ただでさえそれだけでもすごい量なのに、うん、玄関に、キツネがいたりとか、あ、だから僕らだら足の踏み場ないところをかき分けて多分、比嘉さんの話聞いてたのかなって。とんでも空間ですね。とんでも空間ですね。大佐すごい、何、お話を聞きに行った感じですか？あ、そうなんです。まあ、せっかく沖縄、に滞在する時間もちょっと2日間だったかな。うん、なんで、比嘉さんのお話、そう、直接お話伺いたいですっていうのをずっと言ってて、うん、で、まあちょっとタイミングがあったんで行かせてもらったんですけど、うん、いやでも他にもここでは言えない話はたくさん聞きました、たくさん聞きましたけれども、じゃあだから純駆動で、はいはいはい、そのなんかユタさんのイベントをやったっていうお話は、そうですね、うん、イベント何回かやってますね、何回かやってます、ユタさんのイベントはあるんですか、仮眠中の方のイベントとかやりましたね。まあ、皆さん本出されてる方なんですけどね。ああ、はい、はい、はい。こんな話、トークになっていく。はい。ユタさんは、まあ、お名前出してしまうと、うん、テルヤ正明さん。浦添で有名な。はい、はい、はい。テルヤ家庭判断という。ああ、すごい主義ブームになる。そうですね。一時、ね、はいはい、テレビによく出てあった方ですね。うんうん、まあ、ユタさんのイベントは人がもうものすごい、あれ集まるんですよ。うん、テルヤさんのイベントは180人ぐらい来られてましたね。そんなに集まる。で、テルヤさんと、うん、そのもう一人の方と、うん、まあ、占い師の方もやったことあるんですけど、うんうんうん、この3人の方が、純駆動のとある場所
ここが、ちょっとお払いした方がいいんちゃうかって言われました。純不動 N 店のですね。N 店。急に変わりましたけど。変わりましたけど。N 店の。これ切り出してしまいましたけど、大丈夫かな。でも店長 OK なら僕ら全然 OK です。店長が言ってる。一回ね、そこの場所にね、うん、まあお客さんだと思われるんですけど、はいはい、まあ本棚ってこう、面陳列ってわかります？表紙を見せてこうなるんですよ。ああ、はいはいはい、はい、で、そこのね、表紙の本が並んでる奥をパッと開けたら、うん、塩がね、巾着袋に入った塩が、はい、ブワーって敷き詰められてたんですよ。え、ちょっと待って、本のだから裏側というか。裏側で。金棚の奥に。さすがに、ゆわーってなったなりましたけど。それ、店員がやったんじゃなくて、誰かわかんない。誰かわかんないかも。誰かお客さんが。だと思いますね。まあ、僕も何も見えないんですけど、そこの場所行ってもね。それは一応あれですか、お清めで置いてくれてるってことですか。まあ、なんか見えたんでしょうね。親切で。見えたんだと思う。親切で、巾着に入った。皮脂をブワーって。めっちゃ嫌やな、それ。嫌ですよね。ちょっとさすが怖かったですよね、それ見た瞬間。そこは。気持ち悪かった。塩はもう取ったんです。取りました。だから、はい、じゃあ、せっかくなんかやってくれたら、勝手にやってくれたら、もう意味ないですよね。すごい。確かにそうですね。これまた3日後ぐらいにまた会ったとかそういうことはないです。俺、僕、事故合わないですかね。えらいこと喋っちゃいましたね。喋、はい、ったことによって事故になるのってか。実際どうぞ、そこでなんかこう、まあ、事故っていうか、なんかそういうのも、事故事件みたい。事件でもいいですけど、なんかあるんですかそういう。あ、純駆動がですか、まあ、その、潮のとこでもいいですよ。なんか。まあ、純駆動自体がね、うん、まあ、隣に七つ馬鹿があるわけなんで、はい、純駆動七つ馬鹿店ですね。まあ、そういう。N 店はそうか。N やからね。N やから。同じ七つ馬鹿店。それ余計危ないじゃん。七つ馬鹿がある。七つ馬鹿がありますからね。はい。はい、まあ、中村清さんという、方の本当は怖い沖縄という本があるんですけど、うん、まあ、ここにも七つ馬鹿の話が書かれてましてね、うんうん、でこれまで、沖江通りの一帯のね、うん、あの辺りは七つ馬鹿があるから、うん、なかなか商業施設はもうオープンしたら撤退してっていうのが続いてるというのが書かれてて、うんうん、でその締めくくりに、うん、純駆動だけは頑張ってほしいって感じ。一応、エールは送られてる。頑張って。でも、もう何年続いてるんですか、ね、そうそうそう、なんとか、今2009年オープンなんで、13年目を迎えました。すごいじゃないですか。はい、じゃあ、やっぱり純駆動は大丈夫なんで。なんとか、例の方にも受け入れられてるのかなという。何ですか、やっぱ例の本とか置いてるからじゃないですか。例の本置いてるから。紹介してくれてるから、一応。紹介した方がいいということですね。紹介した方がいいじゃん。まあ、やっぱこういう怖い間取りとか、怖い間取りとか、コラさんの本とかもちょっと全体的にこうちょっと。確かにコラさんの本もいっぱいあるから。要所要所で置いてたらどうですか、この。鬼門にこうちょっとずつ置いておく。要所に、森塩のように怖い本を置いていく。結界を張るっていう。怖い本で怖い結界を張る。いいですね。すごいな、塩。まあ、そうですね、もう本当。いやー。ますますでも、この番組聞いてる人には、うん。純駆動は N 店行きたいなってなるんじゃないですか。そうですよ。N 店そんな、そんなお話。どこですかという質問も飛ぶかもわかんない。そうですね。それは、お答えできんかな。ああ、そっか。え、そう、ポイントがね。ポイントがね。そうですね。また地方置かれるかもやから。すいません。ラジオ聞いたんですけど、ちょっと、僕だけにみたいな。うちのスタッフもこれ、もし見てたら初めて知る事実かもわかんないから。ああ、そうなんですね。そうか。退職しますとか言われへんから。それが心配ですね。あんまりそういうのは共有しないですか、そういう現象で。悪い話はやっぱり。言わない。共有はあんましないですよね。うん、じゃあ結構みんな各自持ってるけど言ってないみたいなのは。まあ、商業施設はね、まあ、こぞってあると思いますよ。うん、なるほど。やっぱり僕も、まあ、聞いた話ではね、うん、もう自殺とか起こるとね、うん、もう一切、あ、まあそれはね、もうメディアに出さないように、穏便に済ますって聞きまして。うんうんうん、まあね、僕はそういう商業室にいた時の話ですからね、うん。そういうことですからね。
あんまり言うと、お客さんの集客に。そうですね。影響しちゃうんで。はい。逆に増えたらいいんですけどね。逆に。はい、スポットみたいになっちゃう。まあ、そういういろんな逸話もある、純古道七つバカ店。七つバカ店。N 店。N 店。七つバカも N ですよ、ね。あ、ほんとややこしいな。もうぜひで皆さんね。はい。一度、足を運んでいただけたらと思います。はい、今夜のお相手は神崎秀俊と、松原谷史と、森本浩平でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。